平塚競輪場。平塚競輪場は、神奈川県平塚市にある競輪場。通称は、湘南バンク。施設所有及び主な主催者は、平塚市。競技実施は、JKA、東日本地区本部南関東支部。実況は、玉川電機で担当は、久保山義太郎。電話投票の競輪場コードは35。平塚競輪場は1950年、昭和25年11月22日に開設された。記念競輪は湘南ダービーとして毎年ゴールデンウィークに開催されていたが、2016年は日本選手権競輪の開催時期移動によ、その直後の日程で行われ、2017年は10月に開催される。なお2001年以前の名称は、皐月賞典であったが、2003年からは、日本選手権競輪開催時に使われる、現名称と共通化された、2002年は、年競輪の開催がなかった。イメージキャラクターは、シャチのウィンディで、父親のテアンデイ、母親のサンディ、妹のキャンディも存在市場内で目にすることができ、それにちなんで、ウィンディカップ、ウィンディ杯競輪も開催される。また元の平塚市長であり、競輪の廃止論議において、存続を国会で訴えた、戸川貞夫の功績を称え、湘南ローズカップ戸川が年に一度開催されている。他にも南関東地区の競輪場で、持ち回りが行われている、南関カップも開催されている。トータリーゼータシステムは、富士通フロンテックを採用しているが、他の公営競技に先駆けて1997年から選手名を印刷したマルチユニット券を採用し、競輪場としては珍しく単勝及び副賞の車券も全窓口で購入することができた。2008年からは競輪では初めてとなる茂勝式のチャリロトを発売している。詳細は下記。1999年8月29日からナイター競争として、湘南ミルキーウェイレースが実施され、現在も、夏季を中心に、ナイター競争による開催が行われている。秋から春にかけては昼間開催。なお2004年の7月から、A級ツイントーナメントを実施し、前半を、アビーカップ、後半を、ダビーカップと名付けていたが、2005年12月11日をもって終了した。過去の特別競輪開催は、1986年、1990年、2003年、2007年、2018年には、日本選手権、競輪、1997年には、オールスター競輪、1987年、1992年、2001年、2005年、2008年、2011年、2017年は、競輪グランプリが催された。なお2008年の競輪グランプリシリーズにおいては、SS カップみのりと寺内大吉記念杯の初回開催が実施され、2011年の競輪グランプリシリーズでは2日目に SS カップみのりの廃止により代替として、ナショナルチームカップが開催された。イメージ戦略やイベントによる集客を得意とし、場内の一部売店や食堂の豪華さもあり、特別な競争。レースでは来場者が驚くぐらい、客層や雰囲気が変わり、他競輪場に比べ若い人や家族連れが多いと言われている。近年は、特別競輪などの開催において、決勝優勝者の表彰式を行うときにバンクを開放して、ファンを中に入れることもあり、主催者側の運営に対する評価は高い。一競輪場でありながら、タレントのイメージキャラクター起用にも、積極的で、過去に、杉山清貴、競輪場のテーマ曲制作や小池栄子、後に、競輪全体のキャラクターに、昇格が務めており、カンニング、起用時にはコンビで務めていた竹山貴則も、応援団長として務めたことにより、カンニング、竹山杯という竹山の名を冠した、ファイナイター競争も開催された。また、ヒゲ男爵、岡田茜、西城秀樹も、イメージキャラクターを務め、2012年度はアニメーションキャラクターのヤッターマンを起用した。2015年度はバイキング、2016年度は石川恋、2017年度は菊池亜美が起用されている。なお最初に導入されたチャリロトについてもイメージキャラクターとして叶姉妹を起用している。他にも自浄専属のキャンペーンガールも採用し続けており、過去はウィンディ君の恋人として塩村彩香を起用し、横井美穂、船津美穂も湘南バンクアイドルとして起用されていた。2013年度は水谷望愛が務め、2014年度はモノマネタレントの宇賀鈴穂が起用されていた。2008年4月15日より、キャリーオーバー発生時に最大12億円の配当金が得られる可能性がある、重勝式投票方式、チャリロトの発売を開始した。当初は会員制のネット販売に限定されていたが、2011年12月より、現地にチャリロトプラザが開設され、チャリロトプラザ会員登録を行えば、現金扱いでの投票払い戻しが行えるようになった。また、チャリロト競輪による通常、掛け式も購入可能になっている。なお、平塚のチャリロトプラザは、通常の本場、場外発売日に関わらず昼間は毎日営業しており、ナイター開催の日は、昼間から最終レースまで営業している。2010年10月21日の第6から12競争におけるチャリロトでは、日本公営競技史上最高配当となる9億598万7400円が出現した。なおチャリロトは、コンピューターの自動抽選により購入組番が決定されることから、車番による当選率の平準化を図るため、平塚競輪場では2010年12月の開催より、決勝戦出走選手の車番は、選手間の抽選により決定されることになった。2012年8月の開催からは、川崎競輪場、小田原競輪場とキャリーオーバーを共有する。グループ開催方式に移行し、11月には松山競輪場も追加され、平塚のチャリロトは川崎、小田原、松山を含めたグループ A として発売されている。ただしキャリーオーバーの対象外であるチャリロト3は平塚単独で発売される。コース周長は1周400メートル、アスファルトマッコーネル緩和曲線。ゴール前での伸びるコースはなく、スペックも標準的で選手の力通りのレースが繰り広げられるが、どちらかというとめくりと逃げ選手の番手が有利。ただし選手がペダルを踏む時の感覚であるバンクの重さについては他の競輪場と比べて変動する要因が多いため、相模川やバンク内の池による湿度、昼間開催とナイター開催による温度差、茂に塗り直される舗装など、選手の談話には注意が必要。風は、バック側が、相模川の上に、海が歩いて15分ほどの距離にあるため、海風が川を経由して入り込むことにより風向きが乱れる場合もある。大画面映像装置は1センター側に設置されている。JKAの競輪補助事業として2007年より、毎年3月、時期移動ありに、湘南バイシクルフェスという自転車イベントを開催しており、一般参加者が、バンクの中を走行できる自転車試乗会や各種自転車の大会などが行われている。初回は湘南ダービー、日本選手権競輪のプレイベントという位置づけであったことから平塚市主催であったが、2回目以降は平塚市が平塚競輪として湘南ベルマーレのスポンサーとなっている関係から湘南ベルマーレスポーツクラブが主催となっている。なお2011年は東日本大震災の影響で開催中止となった。平塚競輪場は東海地震の警戒区域内に位置することから2008年より第2センターを除く特別観覧席スタンドの耐震診断が行われたが、その結果検査したスタンドすべてで補強が必要なことが判した。このことから平塚市は2010年7月22日に平塚競輪場の施設整備方針を発表したが、これによると診断で問題とされたスタンドは撤去し、全体的に規模をコンパクト化する形で建て替えるとしている。2014年に旧スタンドが撤去され、その後は開催と並行して工事を行い、2017年6月に新スタンドが完成した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。